こういう感じ、まだこの気がある、まだやったことないポイントをやっぱりサーフィンしたいことをやっぱ最終目的にしたんで、まず最後に暴れるをメインにしたいと思います。できて最高です。バリでは経験できないものがいっぱいあると思うので、本当に幸せなサーファーとして